大崎上島大西港です。8時8分、自転車を借りました。愛媛県の大三島が見えています。8時50分です。だんだん畑の後なんでしょうね。足跡はありますが、島だけど鹿がいました。草やぶだから諦めて戻ってるところです。9時13分、海岸に戻りました。こちらの道はどうでしょうか。畑があります。こっちが山ですかね。草は少なそうですね。たまに滝が生えています。稜線の道です。セミが鳴いています。クモの巣を取りながら歩いています。緩やかになりました。そろそろピークです。あ、ありました。三角点です。9時28分です。展望ありません。先ほどは草が多かったから諦めました。少し散策。お墓があるんですね。びっくり。墓石が3つ確認できます。北東の方、風が吹いてきます。ここらも何かあったんでしょうね。風
果樹園だったんだと思いますが、キウイフルーツの収穫をしてるんでしょう。同じ道で戻りましょう。少しここから海が見えます。やはりこれが昔からの道だったんでしょうね。展望はみかん園の上からがいいですね。降りてきました。9時38分。橋を渡る前に展望台に上がりましょう。マリンパークの駐車場です。猫がいました。大崎発電所です。奥に先ほどの長島山山頂が見えています。竹原の方です。そして車道が長島大橋につながっています。大西港です。フェリーが入港しました。権現山の方が見えています。大崎下島の方向、上鎌狩島はあっちです。そして野呂山が見えています。方向です。まだ夏です。暑いです。さあ木陰で休みましょう。フェリーが出港しました。10時13分、大西港です。